こんにちは。今回はですね、視聴者さん、読者さん、塾生さんからメッセージをいただきまして、FX の質問ですよね。お世話になります。うちの妻がこれから FX を勉強していくのですが、完全な素人の状態です。まずは何から学んでいったら良いのでしょうかというご質問でございます。たくさんこのね、ご質問いただきますね。奥さんとは言わないんですけども、私は完全な初心者です。どういうふうに学んでいったらいいんでしょうかという形でね、今までに何件この、ね、もうご連絡いただいたかご質問いただいたかなんですけども、すごく単純です。今日はね、3つの方法をお伝えしていきますね。まず1つ目、適当に FX の本買ってください。これ100円ぐらいでした。メルカリで300円とかです。定価は1500円ごとしますんで、まあ中古でいいです。去年出たものでも、5年前に出たものでも、10年前に出たものでも全部一緒です。これを買って、1冊100円とか200円かなんかで買って、頭からずっと読んでいってください。で、最後まで読んだら FX の勉強は終わりです。これが1つ目の方法です。いや、どうもなーって方は、2つ目の方法があります。それはですね、中村トレーダーのね、FX 専門の講義があります。速稼塾プレミアムという形でね、速稼塾って名前がついてるのは私も生徒だからなんですよ。で、これ100名近くの方が一緒に FX を学んでいるところで、もうね、2年ぐらいになりますね、こちらの方は。で、もちろん利益を出されている方もいますけども、これは一人一人進捗とかが違いますので、全員が一度にね、ステップアップするものではありません。自分のペースに合わせて、そして自分の理解度に合わせて進んでいくものですね。まあ、ですので、この専門の FX のプレミアムという、こういうふうなコースに入る方法はあるかなと思いましたよね。やっぱりね、私は基本的に誰からか学ばないとできないんじゃないかと思うんですよ。この本から自力でできる人って相当ね、学習能力の高い人です。私はそれに挑戦してますけども、やっぱりね、人から声とか、その画像、動画とかで教わるよりも、この本っていうのはね、非常にね、読み取る力が必要です。まあですんで、できないとは言わないんですけども、お金と時間を大切にするんだったら、中丸トレーダーのね、速稼塾プレミアムに参加した方が絶対にいいと思います。こんな本はね、それこそ数百円で買えますけども、これで成功できるかってことなんですよ。まあ無理ですよ、こんなのから。私でも、ちょっと、まだ自信がないです。3年やって、FX 常に勝てるようになったんですけども、この本から同じレベルで学ぼうとしたらちょっとね、無理ですね。いや、できる方がいるのかな。すごいですね、こんな本でできるようになると思ったら。で、ちょっとここまでまとめますね。一つ目が本で学ぶということでございます。二つ目は、中丸トレーダーの塾とは言わないんですけども、 FX を教えてくれる人の、弟子になるってことですよね。もちろんお金はかかります。何十万かかかりますけども、このお金をケチって数百円で済ませると、時間が膨大無駄になるような気がします。で、結果挫折すると思うんですよ。で、3つ目の方法なんですけど、3つ目の方法はね、手前味噌で申し訳ないんですけども、まあもう常に勝てるようになった私がですね、勝てるって言っても派手に勝ってるわけじゃないんですけど、負けたり勝ったりなんですけども、丁寧に FX を毎朝相場解説しております。これを見るだけでやっとね、力ついていきますんで、これを見るだけで、分かっていくと思いますけども、残念ながらこれ、速稼塾に参加されている方は限定の放送なんで、速稼塾にも入らずに見せてくださいっていうのはちょっとできません。それは申し訳ないですけども、ご了承くださいませ。で、速稼塾に入れば、それは見れるようになるよっていうのと、プラスですね、今の FX の、教材を作っております。私の教材ね。で、速稼塾に参加している方にはこの教材は無料で開放してますけども、速稼塾に参加してない方は、手に入りません。教材といっても、有料にして皆さんに売りますよってものではなくて、速稼塾に入られている方が、似たようなところでやっぱりつまずいたりするんですよね。で、私も自分が始めた時に、こういう導き方があったらなと思いながらも、ちょっと組み立てられなかったんですよ。まだ力がなかったんで。で、今は、月収100万から500万の間を目指す人には最適な教材を1週間に1話ずつ10分前後のものを作ってるんで、今第3話まで来ましたけどね、それをリリースしてるんですよ。で、速稼塾に入ったらそれも受け取ることができますので、これは最初の取っかかりとしてはなかなかいいものになってるんではないかなと思いますね。この3つの方法があると思います。その他の方法はちょっと私からはちょっとね、見つかりませんでした、すいません。じゃあ最後にもう一回まとめます。本で学ぶ、FX のプロね、ファンドマネージャーの中村トレーダーから学ぶ、速稼塾で軽く学ぶ、この3つのうちのどれかなと思いますよね。本で学ぶ、プロトレーダーから学ぶ、
まあ勝てるようになった私の相場解説を見るみたいな感じですよね。ちなみに私指導力がありません。資格もありませんので FX を教えることはできません。教材を自分なりに作ってそれをね、その一つの参考、まあ、文献としてお伝えすることはできますけどもね。そんな形でございます。すいません、長くなりましたけども。じゃあまたたこ焼き食べましょう。失礼します。